ここは財団が管理する SCP 収容所。 SCP とは自然法則に反した異常な存在、場所、物体、現象を意味する。とにかくこの施設にはやべえ存在とみなされた生物などが秘密裏に保護されている。そして俺はここの D クラス職員で、もともと死刑囚だった男だ。ここでの仕事内容は非常に危ないことだらけ。いつ死ぬかわからない。おい源次郎。はい。久々やな。そうっすね。何ヶ月ぶり、なんかこの動画。半年ぶり。やばくない？あ、やばいっすね。怒られるよマジで。怒られてるもん、コメント欄で実際。なんかようやくな、ちょっと半年ぶりにちょっとね、動画になってるんやけど、前回のちょっと、前回絶対忘れたっていうコメントがちょっといっぱい来ると思うから、前回をざっくり言うと、あの俺らシズ助けたよね。そうっすね、なんか人殺してましたね。そう、シズをね、もうちょっと前回の見ろって感じなんやけど、まあざっくり言うとシズさんを助けたんですよ。てかシズさん生きてたんですよ。生きてましたね。ちょっと来てもらっていい？そこいるんよね、ここに。マジっすか？ちょっと今やってもらってるから。あ、ここほら。おお、しずさん。まあちょっと無事命は別用なしというか。これ白目向いてるけど大丈夫なんですか？ああ、大丈夫。無事ね、まあ命は取り留めたから。でもまだちょっとなんていうの、まだ起きてはないからさ。じゃ無事ね、俺らはね、ミッションをクリアして、シズをね、救助、まあ、シズを救助するしたっていうか、まあ、オルンしなかったけど救助して、まあ、帰ってきたということなんですけど、俺ら一旦まあ休憩していいんじゃない？まあ仕事しましたからね、うん、まあ一応6ヶ月空いてるけど俺らの世界ではもう1日後やから、あの6ヶ月前のことから。そうそうそう、ね、もう休んでいいよな。もうさすがにね、毎日働いてるんで。で、休んでいいよね。じゃ休もうか。そうですね。うん、休みますか、さすがに。さすがにね。あー、いいね。いやー、いいっすね。あー、音がかぶっとる。かぶっとる。かぶっとる。あー、これ、酔う。普通に酔う。やばい。あー、もう決まった、これ。あー、もう俺、これ吸うだけで、マジで。もう頑張れるわ。死ぬっすねー。いやー、もうマジでしんどかったわ。もう仕事連続やで。もう。いや、超チル。超チルなった。あれあれお前たち、帰ってきた。久々っすね。マジで。なんかめっちゃ時間空いたような感じがするけど。6ヶ月空いて、さらに三河さんの登場は、三河職員の登場は、もうさらに空いてるんじゃないですか、これ。1年ぶりっすか。マジである。久々っすね、ちょっと僕ら、久々やね。僕らからしたらもうね、1日後やからね、あれからしたら。まあ1日後やから、うん、ずっと連続でやってるからね、俺ら。そうそう、山田は。もう働き詰めで疲れたっすよ。そろそろ寝たいな。寝たい？あー、まあその気持ちはわかるけど、ごめん、仕事だわ。え？ごめん。いや、なんでそんな、別に他の人にね、やらせればいい。いや俺もね、いや、厳しいって言ったんよ。上司に。えら。やばれって言われた。なるほどじゃねえわ。まあまあまあ言うて、ちゃっちゃ終わる。ああ、やったやったじゃないけど、まあ、まだいいね。まだ、まあ、いつもよりは楽なんやったら、もうやっちゃうしかないよね。やっちゃいますか。拳で。ということで、まあ、久しぶりのボックスタイムですか、これは。そうです。いや、もうわかん、忘れたっていうか、全然、やばい、あの頃と、もうマジで。いや、こんなんだろうな。ヒントは、ちょっとヒントぐらい。ヒント、ね、この箱を置いた時間。あ？ふざけんなよ。10時なの？
じゃあ僕の音ゲーがですね、おいだー、おいよ、嘘でしょ。じゃあまさかの、ごめん、俺がいつも源十郎がもう開けちゃうパターンやのに、これ俺開けちゃった。早かったな。早かったわ。じゃあ俺がびっくりよ、これもうほんまに。え、ちょっと分かりづらいんでね。分かりづらいな、言われても。ほんまに、なんか分からんよな、そんな、なんか嘘つかんもん。センスがない。おいまあ、ということで、一番ね、最初のちょっとお仕事というかご褒美というか、あの今回一つ目の SCP やっていきたいなと思います。その名も SCP-006 オブジェクトクラスセーフでございます。アウト。よいのよーい。ちょっと、ほんまに危ない。ちょ、当たっとんねん、当たっとんねん。危ないな、この人がアウトだって。 SCP-006 SCP-006 はアストラカンの西60キロに位置する小さな泉です。政治的な理由により、財団司令部は19世紀にはその存在に気づいていたものの、1991年まで保護することができませんでした。湖に湧く液体は1902年になされた科学的鑑定によれば単純な硬水ですが、この液体には健康に関して異常な性質を持っています。液体を摂取することで人間には以下の性質が生じます。重度なる複製による損傷した DNA を再生する能力、細胞分裂による高活性化、損傷組織の回復能力は多くの点で改善され、そして人体免疫システムの効率は恐ろしいほどに増大します。この液体を実験動物に対して用いた試験をした際には、有害な菌やウイルスは即座に破壊されました。ってことで、今回この SCP-006 っていうのはですね、もう俺たちから言うと、もうご褒美、これをこれに使ったり飲んだりすると、俺らはもう再生能力というか、もう体がもう活気づくというか、もう元気になるんですよ。なんで、お酒ってこと？いや、精力だ。ちょっとおかしいんじゃない？その、例えば。ただ、まあ、もう、元気なんね。体がもう、すごい、その、病気とかも治してくれるぐらい元気になるみたいな。お酒じゃん。もう、精力剤や。さすがに、いや、違うって。ストロングゼロ。バイアグラ。違うって。なんの？お前、例え悪いな、マジで。まあ、そんな感じで、今回ね、僕たちがね、もうめちゃめちゃ頑張ってね、もう疲れてね、もうその体をもうこれで癒してほしいというね、財団からのご褒美ということで、ちょっと、ね、調査がてら、ちょっとね、元気になりつつ調査しようかな、みたいな感じで、行っちゃおうかな、と。に向くよー。こっちですか？これや。ここ。温泉や。いやもうなんかこの水がね、すごいんですよ。ちょっと俺入ろうかな。ちょっとみんなちょっと入んのやめよう。一旦俺が入るわ。いきます。おお！すごい！ハートがもう倍ぐらい増えて、倍近く増えて、再生能力とかめっちゃついてる。無限についてる。え、ちょっと、みかん職員も入っといた方がいいんじゃない？入るか。あ、ほんとだ。え、これ無限になってるもん。つくや。ほんとずっとついてるんだ。ちょっと、結論これ、ちょっと使っといた方がいいと思う。これ使っとき？おい、マジで。あ、ばい、こいつ金槌や、こいつ金槌や。ちょっと、大丈夫。でもさ、死なへんのじゃん。再生がすごすぎて死なんのじゃん、これ溺れたとしても。もう一生の苦しみやん、そんな。全部使っといたら、全部使っといたらいいんだよ。これ、一種類違うとか、そんなことない。そんなことないけど、こう、もうなんかちょっとなんか綺麗やからさ。まだちょっと家族の風呂の一発目と一緒やから。もういいね、いいね。もう全部入っちゃおう、もう全部入っといた方がいい、これ。よし、これで最後じゃない？ちょっとそこで最後じゃない？ちょっと入っちゃう。よし、よかった。もう一つの源氏郎が動き始め、めっちゃ動いてるって。おい、もう一つの源氏郎、おお、今度、おお、出た。え、源氏郎、源氏郎。
あ、縦にさ、あの、顔こうやってうなずいて。おい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 。ということで、はい。次の SCP やっていきたいなと思うんですけど、その前にちょっと質問。何このゲームなんで、俺ら今回ゲーム持ってんのこれ。やっていいじゃね？やっていい？やっていいってこと？いいんじゃね？いや、わかんない。仕事したんでいいってことこれ。仕事した後にやね。仕事した後に休憩。僕持ってないっすね。あ、あげるあげる。全然、お前使っちゃう。こっちか、うん、これポケモンっすかね。今頃ゲームボーイってちょっと古いスプラやらせてほしいけど、なんならな。ほんまに。ってことで、スイッチっすよね。次の SCP は、SCP-895 オブジェクトクラスユークリッドということで。ユークリッド？はい、ユークリッドということで、皆さんわかります？政府ユークリッド、ケテル？そのうちの真ん中ですね。もう結構危険でございますということで。うん、よし。まあ、とりあえず、まあ、今回、うん、どうしようの原次郎がつけました。ちょっとつけちゃダメよ。SCP-895。SCP-895 は、恋愛室の監視カメラに異常な映像が映ってるとの報告の後の調査で、に、SCP 職員が回収した飾り立てたオーク材の缶です。恋愛室スタッフは SCP-095 が、どこからどのようにして持ち込まれたかわからないと回答しています。現地のエージェントは SCP-895 が空であることを確認しています。しかし、ライブカメラで監視していた職員は、が映っていたと報告しています。SCP-895 はその50メートル以内にあるビデオやカメラの映像を崩壊させ、SCP-895 までの距離に応じた長さと間隔で、声明で不穏な幻覚を映します。5メートル以内で SCP-895 を撮影した映像を見ると、大抵の被験者は深刻な精神障害を引き起こし、ヒステリーになります。この現象は範囲内に物理的にいる観察者には影響を与えません。ちょっと一旦見に行こうか。ちょっと一旦ね。まあ、一旦ちょっと実物を見に行きましょうか。めちゃめちゃ階段やん。この下。ん？何これ？何すか？あ、この缶オケが、缶オケみたいなやつ。これが SCP-895 ということで。お前動かすな！おい！勝手にお前ら、マジで。この缶オケ自体は、特にこうね、直接的に見たり触ったりしても大丈夫ならしいねんけど、これを、このカメラ、後ろにカメラがあると思うねんけど、この映像で見ると、いろんな現象が起きるらしいんですよね。現象？なんで今回は、ちょっとその映像を、またちょっと上に戻って、ちょっと見てみようかなっていう。ね。なるほど。まあ、おい、動かしたらあかん。あかん、あかん。これ入ってもいいですか？入ってダメや。はい、見て。ちょっとリアルなったんやけど、この映像が、今、映ってるから、これさ。ガチっすか？ガチ、うん。これめっちゃリアルやろ。これ額面ってなんすかこれ。ちょ、そこは注目じゃねえんだよ、お前。おい、今見ろ、お前。おい、上見ろ、お前。お前、これ見て。ミエスタのやつなんすか？D職人。人が死んでる。ほら、え？てか、カンケなくなってるんや。え、カンケ左奥、なんかね。あれ違う？あれ？お前、え？ほんとだ。ぽい。ぽいね。ぽいぽいぽぴぽいぽいぽいぽぽいぽいぽぴあれ？なんか、血がついてますね。こんな感じで映像にすると、なんかいろんな現象がね、映像内で起きるんですよ。でも実際に行ってみると、全然さっきと多分同じ状態だと思うね。何なんすかね。ただ映像にだけ、こういう感じで、ちょっといろんな現象が起きるらしくて。あれ？ゲットアウト。ゲットアウト。お、戻ってきた。おう、こんばんは。でかくね？うわー5分で辞める沖縄のハワイ。やめろってんで、やめ、あ、しずさん、チョコ。これもあれか !SCP のせいでなんかすごい、意味わからん映像が映ってるってことか、これ。これ多分、これ SCP のせい、これかこういう、こういうやばい映像も映るってことが、なんか人が映っとるけど、缶オケ関係ねえからな、全く。
これ、カオケの中の人これ。もしかしてこれ、右のこの人。もしかして。カオケ中の人かもしれん。入ってそうやもんな、なんかちょっと。パンパンしてます。あ、パンパンしてますよ、ね。なんでピンポイントでそこ行けんねん。